彩り鮮やか。はい、やってまいりました。河原職人のヒーローにインタビューの時間です。この番組は様々な分野の専門家の方をゲストにお迎えし、暮らしに役立つ情報を発信する番組です。専門家しか知らない情報やツール、ノウハウを聞いていきますので、少しでも生活に役立っていただければ幸いです。また僕らの本職は河原職人ですので、番組中多々舌を噛むことが有名な番組ですが、今日も現場目線で役立つ情報を発信していきますので、最後までお付き合いください。過去の放送も YouTube で見れます。シュレホームで検索してみてください。この番組は屋根と漆喰のことならシュレホームの株式会社シュレホームがお送りいたします。本日のパーソナリティは西島がお送りします。はい、今日はですね、東京の方に収録できておりまして、今日もあれですね、 CM の後素敵なゲストさん紹介していきますので、楽しみにしていてください。一旦 CM 入ります。君の心に溶けて手作りのお味噌をシフォンケーキで優しく包む菊味噌加工を醤油めこぼを味噌屋が作る味噌シフォンケーキ八重瀬の夢こぼを生活総楽館サンフティーマ。毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは普天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで15周年、これからも地域とともに。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782、沖縄ベタニアチャーチ。ムービン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 、引っ越しするならムービン。ムービン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 、県内県外ムービン。お部屋の片付け、荷物の預かり、ムービン沖縄引っ越しセンター。0120-49-7755、ムービング沖縄で検索。軽自動車の時代、軽がマンドイビンド、長浜モーター、鈴木の新型ソリオ、他軽がヤッシャイビンド、長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。はい、河原職人のヒーローにインタビューの時間です。早速ですがゲストさん紹介していきます。株式会社ノンボックス代表取締役の松尾大志さんと、恋愛コンサルタントの杉山拓実さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや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 、2人ともゲストとしてすごい面白いんですけども、いやいやいや、今日はノンボックスさんの方の、やっている企画とか事業の一つをちょっとぜひ紹介したいなと思ってです。はい、じゃあ松尾社長の方から。ありがとうございます。わざわざ東京まで来ていただいて。いい、結構この番組東京のゲストさんの方が多くて。あ、そうなんですね。逆にやっぱ面白い方多いので、はい、なんでざっくり今やってる事業とか、はい、についてまずはちょっとお話いただけたらなと。はい、はい、まず、会社の理念として、はい、誰もが夢を描ける社会を作るっていう理念を、はいはいはい、で会社を運営させていただいてまして、はい、いろんな世の中にある、世の中にあって人がやっぱ夢を描けなかったりとか、うん、っていう原因が結構やっぱり目の前の物事をやっぱりうまくこなせないというか、うん、できないみたいなところから、うん、やっぱり自信とかがなくなってきているんじゃないかなというふうに思っていて、はいはいはい、そのあらゆる人のできないっていうところを一つずつ、うん、事業で解決していくような、うん、事業を心がけていますね。なるほど。じゃあ結構サービスはいろいろ作らせていただいてるんですけれども、はい、具体的にはどんなサービスが、はい、今主にサービスとしているのが恋愛に特化したサービスを作ってまして、はい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 、で学生婚という学生限定のマチコンというのは全国で今やらせていただいてますね。全国で、はい、へえ、そうなんですね。はい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 、でそこからですね、恋愛に特化したサービスをどんどん作っていきたいなということで、はい、最近ですね、コイザップという、コイザップ、はい、恋愛塾、聞きなじみが、そこはちょっと流してもらえる、はい、関連しないでもらえればと思うんですけど、なるほど、恋愛にコミットするような
当てていきました、はい、デートするという、はい、あの理念のもとですね、はいはいはい、あの恋愛さまざまな方の、まあ、その恋愛の悩みっていうのを、はいはいはいまあ、解決していって、なるほどなるほど、まあ、少子高齢化にも貢献していきたいなと思って、ね、あの立てた軸であります。はい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 、わ、はい、かりました。で、今杉山さんと、そうですね、今回ちょっと来ていただいてるんですけど、はいはい、どういう経緯で、もともとセミナー勉強会で知り合って、はい、でそこで、まあ、杉山講師がなんか恋愛コンサルタントやってますっていう風に、はいはいはい、みんなの前で手を挙げて発表していたんですよ、はい、で僕が結構あの授業で恋愛経験をやってるので、なるほどピーンと来て、おっ、これは出会ってしまってはないかなるほど。あの僕も最初から実はその意思であの発言してたんですけど、はいはいはい、なんか悩みを発表してくださる方いますかって言われたんで、いや僕はもう恋愛コンサルタントとして好きなだけ女を口説けるけど、はい、たまに嫌なこうね、嫌な顔されると傷つくっていう悩みがありますみたいな感じで、はい、お客さんもついたんですよね。あ、そうなんですよ。お客さんも集客できてパートナーも集客するという最高でした、コミットしました、ね、コミットしましたなるほどですね、それでこう知って、はい、ああこんな人いるんだっていう形で、もともと出会いの場を待ち込んで作っていたので、うんうんうん、その出会いの場に来てくれる人たちがもっとより恋愛を円滑に進められるようにやっぱりしていかなきゃいかんのと、はい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 、いかんなと私は思ってたんですよ。あの出会いの場としてはいっぱいあっても、はい、実際結果が出るかどうかってまた別の話ですもんね。そうなんですよね、はいはい、何万人っていう、まあ人に参加してもらってるんですけど、はいはい、まあ、その中当然やっぱり何万人も出会ってれば、はい、当然カップルになりましたとかっていう報告受ける形も全然あるんですけれども、一方で来てもなるほどなるほど、デート誘えませんとか全然彼女できないんですけどっていう人が結構多くて、なるほどなるほど、でも解決したいんだけど武器がないぞと、僕にはないんですよ。なるほどですね、そうですね、解決策を持ってない、元々場を提供するってことですよね。元々別に恋愛のスペシャリストでも何でもなかったんで、でそんなことを思ってる中、お、ここいい人いたぞと。なるほどなるほど。でこうピーンと来て、はい、で声をかけさせていただいて、なんか一緒に恋愛の、まあ、なるほどですね、救っていきましょうよっていうことで、迷える子羊たちを。そうです。なるほどですね。杉山さんの方はもうどうなんですか。どういう経緯でこの恋愛コンサルタントっていうのを始められたんですか。僕もともとびっくりするぐらいモテなかったんですよ。はい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 、はい、はい、もう2年ぐらいずっとマチコンとか通ってて、はいはいはい、でも1回5000円とかですよね、はいはいはい、週に1回は通ってました、ね、それ2年間ずっと、いやもう行動あるのみみたいな感じで、なるほどなるほど、あ、じゃあもうまさに、いや、まさにあのお客様あるお客様ぞ、なるほどなるほど、で、はいはいはい、やってたんですが、まあびっくりするぐらいモテなかったんですよ。へ、おかしいぞと、俺こんなに優しくていいやつなのに、はいはい、なんでモテないんだと、はいはいはい、え、顔もね、別にまあそんなにめちゃめちゃな顔してるわけじゃないよな、いや、スマップに入れるかって言われたら微妙だけど、お母さんもかっこいいって言ってくれるしな、おかしいぞ、おかしいぞって思ってたんですけども、まあ、ある時、はい、あのモテる本ってのがあったんですよ。よくなんかありそうな、怪しいと思って、2万円だし怪しいと思って怪しさ満点っすね、はい、で買ってみたら、はい、でももうこのままあのマチコンにもうこれだけ金使っちゃってるし、やばいなと思って買ったら、はい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 、嘘だろ、ははははは、今までのやってたこと全部間違ってたじゃんみたいな、へえ、女の子が優しい男性が好きって言ってて優しくして、はい、ダメなの？そうなんですよ。ああはい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 、常識があれみたいな、ね、今までので、なんかああそうなんだって感じじゃないんですよ、うん、あはははほんとだって感じなんですよ。ほんとだ、うわほんとだみたいな、確かにそうだみたいな、で僕はそれをもうほんとに1日で丸暗記して、はい、あのその情熱がまずすごいですね。不思議なんですけど、あの読むと二度と忘れないような、あのそのそのそれぐらいのインパクトがあったんです。そ、それぐらいの集中力があったんです、はい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 、で、なんと2週間後には歌手の卵の超可愛い女の子と付き合って、へえ、もう友達全員電話して、はい、あ、もしもし、あの今度土日さ時間あるみたいな、はい、可愛い彼女できたからめちゃめちゃ自慢したいんだけど単純にもうその自己満足のために出すし、いやでもそうですよね、だって今までどんだけ2年間マチコンやってても、うん、コミットできなかったのにその2万円の本で
人生救われたってことですね。はいはいはい、結構みんなも、僕がその高校時代の友達とかにその子を見せたりした時も、えみたいな、もう引いちゃうんですよみんな、はあはあ、可愛すぎて、はいはいはい、嘘でしょこれみたいな、はいはい、冗談でしょみたいな、えみたいな、はいはいはい、え何が起こったのって聞くじゃないですか、はい、あ、モテる本ってのがあって、なんか怪しい、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 って感じだったんですけど、はい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 、でも何がびっくりしたかって内容は難しくなかったんですよ。あー、なるほどなるほど。知れば誰でもできる。はい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 、あのコロンブスの卵状態だったんですよ。確かに知れば誰でもできますね。うん、そうですね。でもそれに気がついて、僕はもう2万円ではなく、もう本当にいろんな心理学だとか、はい、占いだとか、あとは性格分析、コーチング、いろいろ勉強して、300万ぐらい使ったら、やっぱ8倍ぐらい持てるようになったんですね。その時のすごい可愛い彼女がちょっとあの別れてしまったんですが、はい、そう、今かも今もちょっとあの彼女募集中ですが、はい、あの本当に8倍持てるようになったんですよ。はあ、うん、なるほどですね、なるほどですね。今まではまあ10回、10人デートしたら、うんうんうん、まあ、1人手つなげるかなぐらいだったのが8人、はい、8人、9人はそういうことです。はぁ、定常、定常の関係ですか。定常の関係、定常の関係ってことですか。どういう関係ですか。定常、定常、足見まんみたいな。足見まんなるほどですね、なるほどですね。それもご想像にお任せするんですが、はいはいはい、とにかくモテるようになった。へぇ、でも全然ガラッと変わりますよね。ガラッと、だモテない人生、人生そのものが全然モテる人生、僕、はいはいはい、モテるが人生の目的で、はいはいはい、あとはツールだっていう場合が多いと思うんですよ、はいはいはい、例えば資格を取って、いい会、あの会社について出世して学んで独立して、うん、儲けてタワーマンションに住んで、はいはい、女の子を連れ込んでジューするみたいな。はいはい、確かに最終ゴール、最終ゴール。そういうのありますね。高級車に乗って、はいはいはい、美女の隣に乗っけたり、はいはいはい、じゃあもう世の中に本当に美人の女の子一人もいなかったら、本当にその、ね、1億円で高級車買えますかって誰も買わないと思いますよ。はいはいはい、まあ、そうですよね。はい、まあ、本能レベルで求めてますからね。本能レベルで求めてるし、やっぱり幸福感が尋常じゃないですよね。あ、まあ、人生変わりますよね。いや、それは本当思いますね。可愛い女の子とこうね、うん、まあいろいろこう楽しんだ、はい、あとはもうホクホクしちゃって欲しいものとかなくなっちゃうんですよ。あ、でもそうですよね。タワーマンションまで行ってじゃなくて、そういう条件なしにしてもモテるってことですよね。そうです、はいはいはい、これ必見ですね。必見です、はいはいはい、で女性も男性がもう可愛いってか、その可愛いねって一言言うとしても伝わらないんですよ。なるほど。伝わってしまえば落ちちゃうじゃないですか。あ、それ方が分かんないです。あ、男は疎そうですね。なんか自分含めてですけど、あの伝え方が全てなんです。難しいですね。だからお母さんがガミガミ怒りますよね。はい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 、せーなババーと思うじゃないですか。はいはいはい、本当はお母さん愛してるんですよ。ほう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 。でも伝え方がお母さん下手くそだから、うるせえババーみたいな感じになって喧嘩になっちゃうみたいな。なるほどなるほどなるほど。あとあの人生のことを考えてるんだっていうことが伝わってないですね。はいはい。それと同じで女性に好きだっていう気持ちが伝わらないとダメなんですよ。技術なんだ。なるほどですね。これ杉山さんというかこの事業自体は男性向けが結構主って感じなんですか。そうですね、今は男性向けの、はいはいはい、メインとしてやらせてもらってて、まあ、今後はやっぱり女性に対してもそういうのを提供していきたいなとは思ってるんですけど、はいはいはい、今特に男性の方々、まあそうですよね、はい、幅広く学生からも社会人の何歳まででも必要な能力と思ってますので、はい、なるほどなるほど、はい、ちなみにその今受けた方でこう話せる範囲でいいんですけど、こんな子がこんなんだったみたいな、いっぱいいるんじゃないですか、エピソードも。まあなんかいっぱいいますね。はいはい。ちょっと垣間見せてもらったら。あ、僕のコンサル生の、Y 君っていう子がいるんですけど、はい、Y 君は、はい、それはその子は大学生で、あ、ごめんなさい、これはちょっと僕の自我のコンサル生なんですけど、高い子、自我のコンサル生なんですけど、はい、38歳、はい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 、で、彼女がいたけど、彼女がちょっと、はい、あんまなんか自分との関係に満足してないんじゃないかって考えてたらしいですね、はいはい、で、どんな風にコミュニケーションを取ってるかとか、うんうんうん、じゃあ彼女の一番大切にしてる価値観とか、うん、どういう愛情を受け入れやすいタイプなのか、あ、全部プロファイリングして、はい、Y 君がやってたことを照らし合わせたんですね、はい、ボッコボコだったんですそのもうやっちゃいけないことやってたってこと、やっちゃいけないことしかやってない
なるほどなるほど。どうやって付き合ったんだろうっていうレベルだったんですよ、逆に。意味がわからなかったんですけど。で、いや、違うと、はい、これはこうなんす、はい、これはこうだよ、はい、これはこうって言って、はい、やってもらうってやったら、はい、結婚申し込まれました。はぁ、向こうから、もういつ結婚しようかみたいな感じになっちゃって、あー、だろうな、みたいな。なるほどですね。確かになんかその恋愛ってそのモテたいみたいなのもあれば、うん、そういうのもいけますよね。その今の関係をもっとより良くするっていうのもあれば、うん、でも本当既婚者でも、はい、僕は今コンサルティングをしてるんで。ああそうなんですね、はい、っていうのはもうちょっと冷え切ってしまってみたいな。もうできれば冷え切る前に来てほしいんですけど。あ、なるほどですね、はい、今修正できるところがあるんですかね。そうですね、はい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 、もう本当にあのやっぱり男女ってどこまで行っても、うん、僕も完璧にはやっぱ理解してないなって思うし、う一生探求だなと思うんですけど、はい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 、その理解を少しでも深めるってことが一番大事なんですよね。相手が喜ぶことが分かっていれば、はいはいはい、人は与えたい生き物なんですよ、はいはいはい、なるほどなるほど。目の前で転びそうな人がいたら、はいはい、とっさに助けるじゃないですか。それはどうやって手を出したらいいっていうのが分かってるから手を出せるだけなんですよ。でも女性が何を求めてるのか分からないから、うん、あげられないんですよ。なるほどなるほど、確かに確かに。すごい熱く語っちゃったんですよ。熱いっすよ。熱い熱い。でも実際結婚しててもやっぱり理解してるかって言われるとあんま正直自信ないですね。僕もコンサルを受けた方がいいですか。結局やっぱコミュニケーションなんですよね。確かに。その恋愛って言ってもなんかもうどっかでその男と女は頭の作りとかも違うし、うん、まあもうしょうがないもんでしょうみたいな、多分ほとんどの方がそういう諦めの方法をしてると思うんですよ、うん、でも勉強することでそこは、まあ、てか知ることで改善できるってことですよね、うん、そうですね。誰も教えてくれないですもんね、こういうのって、うん、教えるとこない、学ぶ機会ないですから恋愛についてなんて。もうたまにね、あのちょっと友達のモテるやつこうアドバイスしてくれたりしますけど、はい、それもまた全然違うんですね。そのパターン、そのモテオくんのはいはいはい、与えられるパターンがもう決まってるんで、あなるほど、真似しても無駄なんですよ、うん、あはい、そかタイプが一緒だったらいいけどってことですね、うん、そうなんです。相手にもでもよってやっぱ違ってきますからね。違います。例えばちょっとここで軽く紹介すると、はいはい、ぜひぜひ、5パターンの5パターン愛情のパターン、はい、愛情を感じやすいパターンって、はいはいはい、例えばまずは言葉ですよね、うんうんうん、行動、プレゼント、時間、接触です。はははは、うん、ちなみに今聞いてどれが一番嬉しいと思いますか。行動、かっこいいね、愛してるよ、はいはい、で行動、あ、うん、こうお弁当作って、はい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 、で接触、うん、なるほどなるほど。であとはまあプレゼント、お揃いのなんかティーカップとか、はい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 、あとは時間ですよね。もうただただ時間を長く一緒に過ごしてくれる。どれですか一番今欲しいの。奥さんに足りてない。難しい。あれ、うちの妻に聞いてほしくないな。どんだけ理解しないか。全然的外れなんだけど、みたいな。今足りてないのですか。今自分が足りてないの。あ、自分がですね。僕がしてほしいこと。してほしいこと。してほしいことですか。あー、でも意外と時間かもしれないですね。うわー。え、時間を、あ、自分が欲しいってこと、一緒にいる時間を。まあそうですね。あー、そういうことですね。僕、言葉なんですよ。言葉。はい、はい、はいはい。だから、言葉でどんなにこうかっこいいかっこいいってなっても、うんうんうん、まあそんなに効果は今一つのようだって感じなんですね。効果接触ポケモン接触接触ポケモン世代ですね。はいはい、はい、接触なんですけど接触です。でも3人でも口説き方が全然違うんだ。確かにそう言われるとすごい納得ですね。そこは勉強するべきですよね、はいはい、うん、まずタイプがいるっていうちょっと考えれば分かりそうですけど、確かにタイプ別わけでないですよね。そうなんでもやっぱりこう自分のタイプだけでコンサルティングをしちゃうとか結構あるんですよ。なるほどなるほど。全然悪口じゃないですけど、はい、まあ、女の子はこうやって扱ってほしいものなのみたいなことを言ってるその女性の恋愛アドバイザーの方とかも多いなっていう感覚があるんですね。でも一般的にはそんな感じですね。そうですよね。それはいや僕も結構アドバイスをしますけど。そうそうそう。そういうことしてたなって思う。あの出会う前ですよ。出会う前に少なからず結果をコミットさせようっていうので、そうです、はいはいはい、あそうなのってこうやって相談乗って適当なこと言ってたな。なるほどですね。自分の中のパターンはやっぱり人って結構言いがちだと思うんですけど、はいはいはい、そこら辺がやっぱりこう出会ってから。あそうなんだと、はいはいはい、パターンあ5個なんだみたいな。そうですよね。そうですよね。そうなんですよね。
そういうのは結構思いますね。はいはいはい、わかりました。ちょっと話がまだまだ付き合いんですけども、もう半分いってしまったもんでして、はい、一旦ちょっと CM 入って、はい、皆さん聞きたいところを深掘りしていきますのでお願いします。引き続きよろしくお願いします、はい、バーッとしてきます。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。ハーレーダビッドソン沖縄にハーレーカフェがオープン。美味しいスイーツを食べるならハーレーカフェ、ツーリングの休憩所にハーレーカフェ、ハーレー見るならハーレーカフェ。毎週日曜には沖縄カレーグランプリで優勝したカレーもメニューに登場。今すぐハーレーカフェへゴー。女性はいつだって綺麗でいたい。エステティックサロンルカはそんなあなたの美をお手伝いします。くつろぎの空間で施すフェイシャルエステ、まつげエクステ。まずはお電話にて無料カウンセリングのご予約を。 893-3331 エステティックサロンルカ宜野湾店。あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか。大切な人の最後だからしっかりやりたい、そんな願いを叶えます。電話番号は 892-8688。 安心事前のご相談は葬儀社進化へ。河原職員のヒーローにインタビューの時間です。それでは引き続き後半戦に入りたいと思います。はい、いや、 やっぱ面白いですね。いや、もう恋愛、この恋愛とか、恋愛はもう誰もが人生生きていく中で絶対に必要な能力といいますか、もう機械なので。確かに確かに。あとビジネスとか始めてたらやっぱ夫婦間仲良くないとビジネスもうまくいかないんですよね。そうですね。そういう面で言ったら既婚者だろうと独身だろうともうみんな関連するキーワードですね。そうですね、はいはい、ビジネスとかも本当特にそうで、コミュニケーションってすごいめちゃめちゃ使うじゃないですか、はいはいはい、あのセールスってお客様に対して商品をこう売るっていうのですね、うんうんうん、その商品、お客様が女性になって、はい、商品が自分になったのが恋愛なんですよ。はあ、なるほどですね。全く仕組みは変わらないというか、はいはいはい、まあ、通いとか書かないとやっぱり相手は響かないですもんね。そうなんです。ちなみにやっぱ聞きたいのは、そのやっちゃいけなかったことをしてたっていうさっきの Y,、はい、y さんでしたっけ。 Y さんの例で言ったら、はい、具体的に言うと教えていただける範囲でいいんですけど、彼の場合は、はい、なんですかね、あの優しさと媚びをごちゃごちゃにしてたんですよ、はい、あーって言われると難しいって言われるとすごいごちゃごちゃにしてそうな気がしますけど、例えば、はい、で、まあ、その Y 君の、その、はい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 、彼女の話を聞いてると、うん、やっぱすごい女性的で、こう主導権を取ってほしいっていう感覚をめちゃめちゃ感じる、はいはいはい、感じたんですね。で、Y 君はやっぱその女性に任せる方がこう、うん、いいと思ってたみたいで、紳士ですからね、うん、はいはい、例えば物を食べる時も、はい、うん、これ食べるってこう聞いてたんですよ、うん、Y 君。でも彼女が求めてたのは、はい、もっと引っ張っていってほしい、はいはいはい、これ食べな、なるほど、わかります、それ食べなぐらいの質問と命令で主導権がこれ真逆なんです、はいはい、確かにそうですね。食べますかっていうのとこれを食べなさいっていうのは、はい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 、それぐらい引っ張ってほしかったんだってことも、まあ、その彼女に会ったことないんですけど、はい、まあ、Y 君の話からこうプロファイリングするとそういう感じなんだっていうのが分かったんで、はいはいはい、まあ、そこはまず変えてください、はいはい、あと結構愛情は言葉タイプだったんで、マイ君はちょっとなんか背中で愛を語るみたいなタイプだったんですけど、はいはいはい、もう言葉やねみたいな。なんか男やりがちですね。言葉なかなか言えないケースとか。いやそうですよね。だってこう小恥ずかしいなみたいな。そう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 。あとミスったらどうしようみたいな。いやありますあります。そこは、はい、本音力がめちゃめちゃ大事なんです。本音力。うん、あもう。頭の中に浮かんだことはもう全部言葉に出しちゃうぐらいです。へー、いや俺本当は愛を伝えたいんだけど、はい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 、間違って伝わっちゃったりしたらすごく怖いし、はい、今まで伝えてこれなかったんだけど
こう思ってるんだよっていう気持ちがすごい大事ですね、うん、なるほどですね。でマイクは背中だったんで背中で言葉では表現しない無理だなと、はいまあ、男の中でかっこいいなってされるちゃんですよね。それでいいっていう子もいるんですよね、もちろん。そうそれでいいっていう子も、うん、行動しか見えないみたいな、別に言葉なんていらないみたいな、はいはい、そういう子にどれだけね言葉をでこう、うん、ダラ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 やっても時間の無駄なんで、はいはい、そういう子には言葉をかけないです、はいはい、でワイン君の場合は感謝がねちょっとこう、ね、するのが恥ずかしいみたいな感じだったので、うん、で彼女の思い出とかエピソードとか初めて会った時どんな感じだったのかって言ったら、はい、もう俺にはめちゃめちゃのろけるんだけど、はい、本人に伝えたって言ったら全然伝えてないみたいな。へで彼女は言葉タイプだから、はい、それを伝えてごらんって言ったらもう彼女の方から結婚したいって言うんですよ。はあ、見出してもらえたんですね。うん、泣きましたからね、彼女ね。はあ、いい話ですね。いい話。なんかてっきり恋愛コンサルタントって聞いて、もう何万人の女を抱きましたみたいな感じなのかなと思ったら、うん、いやこれどの家庭にも必要ですね。はい、このお話は。何万人抱く方法もあります。うん、もちろんそういうこともできます。あります、ね、あります。結構キャッチーなんでそういうの歌ってるパターンもあるんですけど、結構来られる方は本当に恋愛に向き合ってて、そうですよね、本当に悩んでますみたいな子の方が受講生はやっぱり多いですね。なるほどなるほど、はい、いやいいですね。単純に人を幸せにできる仕事ですよね、うん、へえ、なるほどですね。いやなんか聞きたいこといっぱいあるんですけど、どんどん聞いてください。なんでも聞きます。じゃあ例えばこの聞いてる方、このリスナーさんが、はいはい、まあ、どんな悩みがあるかは分かんないんですけど、はい、もうどんな人でもこっからは改善できるみたいな、なんかそういう、どっからでも改善できますけども、はい、やっぱり一番その皆さん悩んでる人が多いなってのは、いい人止まりで終わっちゃうっていうのが一番多いんじゃないかな。ありがちですね。日本人でも多いですよね、うん、なんか、まあ、そういう方は、まあ、どういう、まあ、そのここ特徴があるかっていうと、うん、あの目標、目的、ゴールが違うんですね、はい、好かれることを目的にしなきゃいけないのに、うん、嫌われないことを目的としちゃってるんですよ。これ名言出ましたね。なるほどなるほど、うん、そう、嫌われたくないが結構強い、はい、好きな人に嫌われたくないっていうのが結構強くなっちゃってて、はい、嫌われないようにしてるってことですね。そうです、はい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 。どんなでも悪い犯罪者でも、うん、ちょっとファンとかいたりするんですよ実は、うん、ああまあ確かアンチって、はい、なんかそうですよね。でそのマザーテレサとかでもアンチいるから、もう10人いたら1人に本当に愛される人生で十分なんですよ。いや本当そうですよね、うん、はいはいはい、これをやらなきゃいけないのに、うん、全員の真ん中になろうとするから、はい、結局特別な存在は死ぬまで現れないんですね。はあ、うん、でもそのためにはやっぱりリスクを取る必要があるんですよ、うんうんうん、女性の心に深く入る、はい、相手がちょっといじってほしそうだったらいじる、はいはいはい、うん、なお前バカだなとか、はいはいはい、それぐらいの本当は必要なんですね。ああ、うん、なるほどですね。そうそう、で、まあ、やっぱり女性もあんまり S な人っていないですよね、はい、ああ、うん、なるほどなるほど。僕モテなかった頃は7割ぐらいは S なのかなと思ってたんですけども、はい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 、95% くらいが M だっていうことで最近っていうかその初めてすぐに気がついて、はい、まあまあ度合いはあれどっていうことですね。そうですそうです、はいはいはい、どっちか選びなさいって言われたら、はい、まあうん、なるほどそっちを選択するんだろうな。そうなんですね。なのにみんな 5% を狙うんですよ、うん、なるほどなるほど、うん、確率的には相当低いところに行ってるってことです。お嬢にさせちゃうみたいな。お嬢に何でも言うこと聞きますよみたいな。しかも言葉はいらないから絶対伝わるわけがないですね。むちゃくちゃだろみたいな。確かにそう言われたらなんかそうだなと思いますね、うん、はいはいはい。やっぱ最初は女性の男性への興味っていうのはどんなものかっていうのを知ってほしいなと僕は皆さんに思います。その辺聞きたいですね。ちなみにどんな人が興味を持たれると思いますか？興味ですか？やっぱ単純にかっこいいとか金持ってそうとか、うん、まあ、そんなところなんじゃないですかね。そうなんですね。まあ確かにかっこよくてお金持ちっていうのもすごくいいんですけども、はいはいはい、もっと広い言葉で表すならば、はい、この正体は強いかどうかなんですよ。あ、うん、強いかどうか、強いかどうかなんですよ、はいはいはい、あ強いなって思ったらかっこいいと思うんです。あ、具体的に言うとどんな感じですか？強そうとかじゃなくて、肉体的な強さではなく、はい、でそれが面白いんですが、はいはいはい、まあ
まあ、2つの要素が必要なんですね、はいはいはい、強さと安心なんですが、強さと安心、はい、はいはいはい、みんなこの安心だけを与えようとするんです。なるほどなるほど、僕は無害ですよ、失礼なことは言いませんよ、レスキベな感じでもないですよ、大丈夫何飲むっつって気を使って気を使ってよみたいな、終電気にするよみたいな、執事のようにねってやっちゃうんですが、はい、まずは強さなんですね。まずは強さ、強さの前に安心を与えるというのはどういうことかというと、はい、ビジネスに例えるならば、うんうん、相手が全くこちらの商品に興味を持ってないのに、はい、うちの会社がどれだけ信用できるかをひたすらプレゼンするのと同じぐらい。なるほど、おかしなポイント、よくあるダメダメ営業マンのパターンですね。ダメダメ営業マンです、はいはい、聞いてないそれをやってるそれをやってるってことですね。やっちゃってる。なるほどなるほど。でこれがここからが難しい。じゃあ強くて安心ならいいの、はい、なると、はいはいはい、まあその通りなんですけども、はい、強さっていうものに対してものすごくその味の好みみたいなのがあるんですよ。三代目 JSOULBROTHERS みたいな人が強いって人もいれば、物知りが強いっていう人もいれば、なるほど、もう強く興味を持つっていうところなんですね。そうです、はいはいはい、興味を持つのは強いやでも強いは種類があって、はいはい、相手の強いと感じるツボを、プロファイリングして提供することができれば、はい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 、まあどんな女性でもね、うん、興味を持ってくれるってことですね。興味を持ってくれる、はい、興味を持ってくれるってことですね。なるほどなるほど、いろいろ想像しちゃう。不思議な場がありましたけどね。はい、まだそこには達せないですもんね。強さだけじゃない、強さだけ、興味を持ってもらえる、ね、まず興味ってことですよね、はい、はいはいはい。で、相手が強いと思うところをプロファイリングして強さを与えるとするじゃないですか、はい、じゃあもう相手は付き合えるかっていうと、うんうん、怖いんですよ、まだ。なるほどなるほど、強すぎちゃって、強すぎて怖い、強いだけじゃ怖い、うん、はい、例えばなんか不良みたいな人がいいみたいな、うん、じゃ不良みたいなやつはみたいな感じで、はい、お前不良みたいなの好きなんでしょみたいな、もう結婚しちゃう入籍しちゃうみたいなこと言っても入籍はしないかなって思うじゃないですか、はい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 、つまり何が足りないかというと安心が足りないです。あ、うん、なるほどなるほど、安心が足りないです。でその安心って言っても本当に奥が深くて、はいはい、まあ本当人によってそれぞれ違いますもんね。深い話をしてくれたら安心なのか、はい、俺についてこいって言ってくれたら安心なのか、はいはいはい、お弁当を作ってくれたら安心なのか、抱きしめたら安心なのか、はいはいはい、全部違うんですね。なるほどですね、なるほどですね。その先に告白がある。はぁ、こっからスタートです。なるほどなるほど、強さと安心、はい、で人生っていうかその恋愛っていうのは、はい、もう本当にざっくりプロファイリングはできるんですけども、はいはいはい、じゃあ本当にそのピアス、不良が好きだとしても、はいはい、ピアスの位置がちょっとこう鼻なのか耳なのかみたいなのは全然違いますよね。その探求してお互いを満たし合っていくっていうのが、まあ、一つの恋愛の旅なんですよね、はいはい、恋愛の旅、ね、恋愛の旅さらっと出ましたラブジャーニーラブジャーニーラブジャーニあ、すいません、適当につけたよ、ね、英語ラブジャーニーですラブジャーニー、はいはいはい、そのラブジャーニーの最初の、ね、チケットを僕は手に入れてほしいと思ってます。まず手に入れないと何も起こんないですもんね。何も起こんないです。なるほどなるほど。だからよく言うじゃないですか、その女性は共感したらいいみたいな感じでいや聞くんですよ、聞くんですよ。だからこそ聞くんですよ。そうだよね、うん、いや、わかります。全然思ってもないことと違うこともとりあえず否定しない方がいいとか、それは既婚者であってもやっぱしますよね、うん、なんですか、既婚者だとしてもなんかこう相談乗っててもなんか、うん、もうイエスしか言わないというか、なんか、まあ、一般説的にはやっぱり女の子は聞いてほしい生き物だから口出さないでみたいな、はいはいはい、そういうこと言われる、ね、言われますし、しますよね、しますしますどうなんですか、そういうのは。いや、まず、はい、なんかその口上手と話し上手問題あるじゃないですか、はい、あれ、まず両方僕違うと思ってて。あ、そうなんですね、うん、聞き上手と話し上手、聞き上手と話し上手どっちがモテるのか。いや、俺はこうだよ、で、こういうことがあって面白いことがペラ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 みたいなのがモテるのか、はいはいはい、うん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 、そうだよね、なんとかちゃんみたいな、はいはいはい、がモテるのか問題みたいなのがあるんですけど、はい、これは両方間違って、両方間違ってる、両方間違ってます。真実は、はい、話させ上手がダントツでモテます。なるほどですね、うん、聞き上手に回っても、はい、女性は話せないんですよ。はいはいはい、どれだけ上手に引き出せるかなんですね。そういうことですね。そういうのを言って共感を得るっていうことを言ってたのかな。いや、女性は本音を言ってないんで、はいはいはい、共感されても嬉しくないですよ。ああ、別にそこに薄いってことですね。その
聞いてるだけだと薄いってことですよね。はい、だから僕が大、うん、ビジネスで大成功して高級車が欲しいと、はい、高級車にビジョンを乗せたいって夢があったりするじゃないですか、はい、でも高級車 のカタログばっかり見てると、はいはい、だんだん高級車が目的になっちゃうんですよ、うん、ああなるほどなるほど。だから高級車ってここに高級車にめっちゃ詳しい友達が来て、はいはい、俺さ高級車欲しいんだよねみたいな、あめっちゃわかるって言われても、はい、うんはい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 、違うんです。なるほど、高級車にどんな女乗っけたいって話をされた時、僕初めてやっぱりさーってこうやってああこうだよねこうだよねみたいな感じになるんですよ。なるほどなるほど、欲しいんですね。欲しい、はいはい、女性すら女性の気持ちはわからないと思います。はあ、ちょっと名言出まくってますけど女性すら杉山五郎君の気持ちはわからないと、自分の気持ちはわからないです。ああ、なるほどなるほど。僕最近すごい気が付いた自分の気持ちがあったんですけど、はいはいはい、僕は結構技術300万つってかけて作ったものなので、はいはいはい、とても自信があって、はい、あるんですね、はいはいはい、でもやっぱり人間なので、うん、未だに失敗する時もあるんですよ。あの時デートしくじったなみたいな、はいはいはい、そういうのあると安心するそういうこともあるんですよ。ありますあります、全然あるんですけど、僕服には絶対お金をかけないっていうポリシーがあったんですけど、はい、ああそこで戦わないですね。戦わないって決めてたんですけど、はい、僕これ本音じゃなかったと思ったんですよ。はあ、僕の本音は、はい、完全に服をバチッと決めて、はい、こんなにテクニックがあるのに失敗しちゃったら僕のせいになっちゃうんです。ああなるほどですね。服が、はい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 、安いと服のせいにできるじゃないですか、心のどっかで。あこの本音です、はい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 、本音を引き出すためには聞き上手でもなく、はい、話し上手でもなく話させ上手一択なんです、ね、なるほどこれ一択っす、はいはいはい、でなんか女性はなんか共感してほしくてアドバイスは求めてないって言うんですけども、はい、本当はアドバイスを求めてます。本当のアドバイスを求めてるんです。あそうなんですね。レベルが低すぎるんです。アドバイスそのアドバイスはいらないんです。言葉の裏の裏はっていうことなんですね、はいはいはい、そんなの言われなくても分かってるよみたいなアドバイスしかしてないってことですよね。そうそうそう、表面化したよく言われそうなアドバイスは求めてないってことです。それよりは共感した方がいいってまだマシまだマシうるさい知ってるみたいな、まあ、そうだよね、そうだよねぐらいが良くて、でも本当のところはやっぱアドバイスちゃんとしたら欲しいって真の部分ってことですよね。このね、否定をしないっていうのも、うん、いや本当は否定していいんですよ、はい、本当は否定していいんだけど、はい、みんなうっかり人格まで否定したんですよね。あこうなんだよね。バカかよ。いらいらやりがちやりがちやりがち。バカじゃないんですよ、その子は。やり方が分かんないだけなんで、教えてあげればいいだけなんですよ、はいはい、でもそれを教えることもできないのにバカっていうのは、はい、聞き上手になったらまだマシなんじゃないですかって。なるほどなるほどセーフティーなところ行こうよっていうことだったんですよ。安全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 。あなるほどなるほど。いやー奥深いですね。奥深いですよね。いやいやめちゃくちゃこの仕事やつ楽しいですね。いやー確かにこの話聞いてても面白いですね。まだ全然白帯だったなっていうのは思わない白帯恋愛誰にも習ってきてないんで大丈夫です。今後習って今後杉山五郎の話聞いていただければ。将来は義務教育にね。義務教育いや本当そうですよね。いやいや本当そうですよね、はい、日本はなんかそうですよね。少子化とかこれで一発だろうね。終了みたいな少子化終了なるほどなるほどなるほど。いや大事ですね。でもこういうお話とかそうです、はい、実際関わってなんかこう変わった思考回路みたいなとかってあるんですか？いや結構ありますよ。それで言うと松尾社長です。はい、僕も正直自分でモテないとは全く思ってない。はいはいはい、まあだからもうちょっともうある程度経営者であるいやいやいやそうじゃないですけど寄ってくる人はいるじゃないですか。いやいやいや、はいはい、そういうことないんですけど、もともと彼女できたことないとかそういう悩みとかやっぱりなかったんですよ。なるほどなるほど。ただやっぱりあだからダメだったんだみたいなものに気づかされることっていうのは結構ありましたね。あそれで僕もやっぱりデートとか女の子を初めて会う時にデート誘ってその安心させようと、はい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 、ちょっとチャラそうに見られがちなんで結構安心させようみたいな感じでいろいろこうあれやこれやとエスコートしていくんですけど大丈夫だよと俺は全然今日は帰ることしか考えてないよとやってたんですけどそれ大体うまくいかないです。でそんなことしてんのに最後ちょっと今日何帰るのみたいないきなりこう出しちゃうんですよね。はいはいはい、性欲みたいなところをいきなり最後の最後でっていうのはやっぱり違うんだ。
杉山アドバイザー的な、どうするのが正解ですか、これ。まず、はい、その性欲を出さない、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 急にパッて出すのは、いきなり僕がですよ、こう、はい、男のお尻を触るのと同じぐらいびっくりするんですよ。はいはい、向こうえみたいな。でも僕はもともと男性がそっちで好きですって言って、はいはいはい、パッて尻を触ったらどうなるかっていうと、あ、来たかって。なるだけ。来たぞ、こいつ。まあまあ来たか。まあそうだよね、そうだ、まあ、そうだよね、みたいな。理解できますからね。まあ、技術の一つとしては、なんかよくいろんな巷で溢れてる技術として、はいはいはい、あ、なんかさ、東京駅に、美味しいパスタの店できたみたいなんだけど、はい、まあ、一人で行くのもなんだから、なんとかちゃん一緒に行かないみたいな。はいはいはい、そういう技術が、まあ、ありがち、やりがち、やりがち、誘いがち。いやいやいや、どんだけ男らしくねえんだよっていう。そうなんですか。一人でパスタダメなんですかみたいな。パスタダメです。美味しいご飯屋さん一緒に行こうはダメなんですか。いや、なんかその辺察してくれてると思ってますよ、男性側は。それを言っとけば、うん、一応そういうのを察して、イエスの答えてくれてるのかなみたいな。女性もデートだと思って、はい、デートじゃなかった時の恥、はい、これを書きたくないんですよ。だからルンルンルンって言って、デートだデートだって言ったのに、あ、デートじゃないのみたいな。あ、いやいや、それは別に昨日、別にネイルサロン行ってないけど、みたいな感じになっちゃう。そんな感情があるんですね。女性はめちゃくちゃカッコつけなんですよ。傷つきたくないってことですよね。傷つきたくないし、誰にも公開されてないのに、はい、ありえないぐらいいつも見栄を気にしてるんですよ。じゃあ正しい誘い方はまず、はい、パスタ食べたい、はい、お前とパスタ食べたいって世界観ですね。はだから、まあ、パスタデート行こうって、はいはいはい、すごい美味しいパスタあるから今度パスタデート行こう、はいはいはい、デートって伝えちゃうんですね。これで来るともうこれは 100% デートなんで、なるほど、間違えようがないんですよ、うん、はいはいはい、はい、じゃあ最後にそうそう性欲を出しました、当然ですよねって話なんですよ。デートだしデートだしね、別に別に、あ、でもそこでいきなり出したらですよ。なるほどなるほど。これはちょっとラジオなんであんまり言えないんですけど、はい、その相手の気持ちをもう全力で煽るっていうのが大事なんですよ。へえ、その、まあ、ちょっと欲の部分を、うん、はい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 、いや、まあ、さっきはなんかその、うん、あの興味づけ安心って言ったんですけど、僕は本当は3ステップで考えてて、はい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 、興味づけ、はい、安心欲を煽るっていうこの3ステップが正しいんです。なるほどです。なんかもう格闘技みたいな話ですよね。相手のこれを煽ってみたいな感じなんですね。そうそうそうです。攻めすぎるとリスクなんですよ。なるほどです。カウンターが一番強いです。本当に格闘技になってくる。なるほどなるほどなるほど。相手の格闘技が何かも分かんないのにこう、はい、うわーっとこう殴りかかるような感じ。危ないですもんね。やられちゃいますもんね。はいはい。なるほどですね。この逆に既婚者的な立場で言ったら、はい、どうしたらいいんですかね、こう、より妻を理解するには。あ、奥さんの愛情のタイプをまず優先的にこう、はい、探ってほしいんですけど、はい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 、奥さんは何をされた時一番喜びますか。これ本当に妻に聞かれたくないですね。いや、何が喜ぶのかな。でも思い出とかじゃないですかね。思い出とか、思い出、はい、なんかどっかに、なんか高いところとかじゃなくて、なんか一緒に何かをしたとか。うん、例えばなんかその海行ってバーベキューしてみたいなとかが喜ぶんだなって最近気づきましたね。そう、高いスイートルームとか行った時の喜びよりもなんか単純にこう近くの海で、沖縄結構海とかもあるんで、ああそうですね、家族みんなでこう遊んだりとかした時の方が喜ぶんだなっていう最近の発見。まあ、何を暴露してるんですかね、これ。あのどんどん与えてほしいっていうの部分もあるんですけども、はいはいはい、もっと本当に男女って考えた時には、はい、何が良くて恋愛っていう選択にしたのかっていう部分が大事なんです。ああ、お互いにですか、はい、はいはい。何が決めてて恋愛なのかとか、。いい人で終わらず、もっと言うのは結婚ですね。はいはいはい、いい人で終わらず、恋人でも終わらず、奥さん、結婚して、子供を作ったっていうのは何が決め手なんですかっていう部分です。はあ、いはい、そこ全然深掘りしてないですね。何に強さを感じ、はいはいはい、何に安心をし、うんうん、あ、この3ステップでは今いいんですけど。なるほど。あ、いや、これこっちもこれもね、本当逆に夫婦だからこそ、はい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 、絶対必要なんですよ。確かに。そうですよね。だって言ってしまえばですよ、もうあなた以外ではそういう欲は満たしませんっていう契約書です。ああ、だったら。旦那さんっていうのは奥さんにとってもう人生のもう限界なんですよ、はい、旦那さんがくれる欲望以上のものは人生の限界ですね、確かに、はい、つまりこの旦那さんのクオリティを上げないと奥さんの人生全てのクオリティが上がってこないんで責任重大なんですよ。やばい。でもこれ本当にその通りですね。そうですよね。本当にもう精神力って本当にその通りだと思いました。
責任重大です。やばいやばいやばいよ。そうか、なるほどなるほど。エレキさんのこのままで止まってる場合じゃない。奥さんこれ以上幸せできないんじゃないかと。このままじゃ。なるほどなるほど。はいはいはい。常に消化、やっぱステップアップしていかないといけないですね。そうですそうです。ああ、なるほどですね。はいはい。終わりのない旅なんだ。ラブジャーニーは。ラブジャーニー。はいはいはい。いやでもこれ人間ってラブジャーニーをするっていうのは、もう遺伝子レベルで決定しているっていうのは思うんですね。はあ、はあははあ。なぜかというとですね。はい。まあ、これちょっと皆さん、まあ、これ知ってる方も知らない方もいらっしゃると思うんですけども、はいはいはい、触って気持ちいい場所って日によって変わるんですよ。はいはい、いやそれは思いますね。これは何を暴露してるの？実感ちゃう。マジですか？それ知らない、はい、変わる必要なくないですか？まあそうですよね。変わる必要ないんですよ、はいはいはい、毎回必ず相手の体の中で今日はどこかっていうのを触るっていうステップを遺伝子はもう作ってるんです。そのために場所を変えてるんですよ。へえ。だから本当に終わらない旅なんですよね。はあ。その旅にぜひ皆さんにね、出ていきたいと、いていただきたいと思います ね。 そうですね。そうですね。家に閉じこもってないで旅に出ろと。閉じこもってない旅、本当面白いから。はあ。本当面白い。皆さんこう聞いてる方が明日からできることとかってあるんですか？なんかちょっと意識を変えるじゃないですけど、さっきもこれ2回目になっちゃうんですけども、嫌われないことを目的とせずに、ね、好かれることを目的としていただきたいという部分と、はい、女性が何に対して愛情を感じるかというのを徹底的に分析していただきたいという部分と、恋ザポを検索していただきたい。恋ザポ。その2つ前2個ができない方はもう恋ザップにお問い合わせください。なるほどなるほど。じゃあ皆さんちょっと興味持った方は、はい、もちろん FM 際までおあのメッセージもらってもいいですし、恋ザップで、はい、恋ザップの恋は漢字で、全部英語で大丈夫です。あ、全部英語で、はい、英語ってどういうことですか？アルファベットで、アルファベットで恋ザップで、恋ザップで、はい、あ、わかりました、はい、アルファベットで恋ザップですね、はい、これちなみにそのやっぱ実際会う必要はありますよね。スカイプとかは無理できます。あ、できますか、はい、じゃあ沖縄の人もそうですし、全然全国各地に、全国まあ行きます。行きますもん。マジっすか、はい、それもいいっすね。沖縄に杉山講師沖縄公演します。あ、それ面白いじゃないですか、はい、公演したいっすね、確かに、うん、公演しましょうよ、ぜひ公演しましょう。人さえ集まっていただければ。わかりました、じゃあ公演しましょう、はい、じゃあ今決まりましたが、はい、公演しますので沖縄で。皆さん楽しみに。ぜひ楽しみにしてください。もう絶対最優先で来た方がいい。人生のどの何を差し置いても、うん、何を差し置いても来た方がいい。そうですね。得意先にはちょっと恋愛のセミナーがあるんですいませんと、はい、って言って連れてくればいいですよね。あ、もう連れてくればいいっす。一緒に行きましょう、はい、なるほどなるほど。それではですね、結構時間が迫ってきてしまってはいまして、はい、どうですか今後のなんかその会社としてこうやって、はい、展開していきたいとか、うん、そういうのもあったらちょっとお話いただけたら。そうですね、僕タイでやりたいんですよ。タイ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 でやりたいんですよ。なんでタイなんですか？タイって、はい、すごい、あの言ってしまえばその、はい、あ、これ大丈夫なのかな。あ、全然、あの全然構わない、はい、そういうその職業のセクシーな職業の女性の序列が一番高いんですよ。そうなんですか。日本人だと、まあ、医者、弁護士、あ、どうもみたいな、はいはいはい、あ、そうなんですねみたいな感じじゃないですか、はいはいはい、そっちだとその女性でそういう仕事をしていると、あ、ですみたいな。そうなんですか。だからやっぱりその向こうの何にもその学歴のない男性がお金持ちになろうって考えた時は、はいはいはい、一番最初に考えるのはムエタイ選手になると、はい、もう一個は女性になって、はい、女性になって女性になって体を売ること、はい、っていうのを考える。それぐらいその買うっていう文化がこうあるんですね。お金で解決しちゃうんですよ。バカ野郎と。はい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 。違うのと。はいはい。ということを僕はタイでこう熱く語りたいっていうの気持ちがあります。なるほど。なんで、なんでタイで海外文化を買いに行くってことですか？タイザップタイ支部。タイ支部ですね。タイ支部。じゃあこれをお聞きのタイ人の方も。はい、ぜひ。あと僕のコンサルセンで最近スウェーデンでやりたいって言ってる人もいるんで、はい、スウェーデン支部も、もう世界中ですよね。もう人口バカンスで100億人目指しますわ。なるほどですね。地球が持つかみたいな。持ちます持ちます、全然持ちます。耐えられる人口肩で耐えられるかっていうとこまで引っ張りますよね。僕がいます。
いやー素晴らしいですね。なるほどなるほど。いやもうね、全人類共通の問題ですからね、こういうの。そうなんですよ、本当に。戦争やってる暇あったら恋愛しようみたいな、そういう世界観ですよね。本当ですね。確かに確かに。言われないとなかなか気づかないんですよ、本当に。僕も気づいたことなかったんですけど、恋愛なんか深く考えないと、はい、超目の当たりにしてるのになかなか論理的とか、なんかしっかりと人に物事を教えてもらうっていう形で考えないと分かんないことってやっぱあるなと。いや、ありますよね。そういうの伝えていきたいです、どんどん。確かに確かに。恥ずかしくないよってことですね。恋愛を学ぶことは恥ずかしくないんだと。あー、でも本当そうですよね。できると思ったやつが一番恥ずかしい。なぜか自分はできる。謎の自信。我流で戦ってるっていう。なるほどなるほど。まあなんか先ほど打ち合わせでも言ってましたけど、何かこう字が汚いから何か学びたいと思ったら書道とか、うん、習い事があるのに恋愛ないのはおかしいっていうのはもうまさにその通りですよね。強くなりたいから空手をする、空手やるなら空手道場行くじゃないですか、はいはい、我流で剣法を考えてみようかなってならない。あ、この動き最強だよみたいな。流派立ち上げるって。それいろんな流派かじった後にやることじゃないですか。いや確かに本当その通りですよね。確かにそうですよね。恋愛の型なんです、はいはい、じゃあもう皆さん知らないうちにガリで流派立ち上げてやってる現状ってことですよね、はい、今だから失敗してる人が多いですね。いやあと日本の離婚率とか異常ですよね。逃げてないですね。約半分ぐらい結婚して離婚しますからね。ちなみに僕のノウハウは、はい、浮気のリスクがめちゃめちゃ下がるんですよ。いやーいいですね。まあ、なんでかっていうと、はい、自分が女性を満足させるじゃないですか、はい、で、まあ、これぐらい満足かなっていう先の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 先があるんですよ。それは女性も気がついてないところなんで、はい、そこを得てしまった女性はもう本当に大好きになっちゃうんですよ。はい、もうそしたらその子を泣かせてまでもう一人欲しいっていう発想にならなくなっちゃう。男性側もですね。僕ももともとチャラチャラちょっとやってた時期もあったんですけど、違うぞと。まあ、チャラチャラもできます、今やるってやつも全然できます。はいはい、はい、でも本当にそのあの深いところに行ってほしいんですね。なるほどなるほど。まだあったのかお前、こんな顔すんのかみたいな。なるほど。アドバイスもらいたいようなもらって傷つくなんて微妙な心境になる。そこ勇気ですよ、勇気。そこをやっぱり小石さんがみんなを代表して一旦やっぱ学びに行くという姿勢がやっぱり。そうですね。それこれ一人ずつ反響大きかったら2回目やりましょう。ぜひもうぜひぜひシリーズもう100回ぐらいはネタあります。すごいっすね。もう恋愛のネタの宝庫なんで。わかりました。了解です。はい、じゃあちょっとの会社としてもそういう方向で。大丈夫ですよ。大丈夫です。大丈夫ですよ。はい、はい、じゃあまあ最後にもう3分ぐらいはあるので、はい、なんかその会社として今後やりたいことも含めて。いやでもまあおっしゃっていた通りなんですけど、はい、まあ、まずはですよ、まずはやっぱり日本でいろんな人がやっぱり恋愛に困ってるっていう人を、はい、救っていく、救っていく、ラブジャーニーにまでやっぱり持っていく、はい、持っていくことがやっぱり重要だと思ってるんで、はいはいはい、でそこの場に立てば、で結構やっぱり社会人の方特になんですけど、はい、やっぱり出会いの場にすら行けないとか、出会いすら喪失しない、でも自信がないとか、はいはい、諦めてるとか、もう本当にそういう人多いんですよ。なんで、まあ、諦めるなと、はい、諦めるまだまだ何も習ってないよっていうことなんですよ、はい、しかも場は提供するし、幼稚園なだけなんで、幼稚園生と一緒なんですよ、はい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 、結局そこから普通に勉強さえすれば誰でも、はい、あの恋愛を優位に進められるというか、なるほどですね、楽しいものにできる。やっぱね、それを伝えたいね。怖いんですよね、みんな、はいはいはい、なんで怖いかっていうと、はい、こう箱があって、はい、箱の中にたわしが入ってて、はい、こう手を突っ込んでなんだか当てるゲームあるじゃないですか。 あれ見えないから怖いんですよ。なるほどなるほど。これ取っちゃうと、はい、たわしみたいな。たわしじゃん、たわしじゃんってなっちゃうんで、はいはい、まずやっぱちょっと座学で学ぶっていうのもすごい大事になってます。ああそうなんですね、うん、箱の中にはたわしがあるっていうことをちゃんと知っておくっていうのが大切です。女性ってこういう生き物なんだよって、このパターンしかないよっていうことがしっかりやっぱり心理学的なものでもあるので。そうですよね。てかこういうものってこういくら時代がこう進化していって AI だの何だの出てきたところで、人間の喜び悲しみっていうこう起伏に関してはおそらく2000年前だろうと今だと変わんないですもんね。変わんないっす。っていうことはもう
どんどんこう広めていって一家に一台このツールがあるぐらいの方が幸せになれるぐらいのもんですね。そうですね、はい、地球でこんなにいろんな悲しみがあるのは、はい、僕の存在が広まってないかと思ってるんですだからやっぱり、その通りですね、もう、 うちとしては杉山講師のこのノウハウっていうのを世の中に広めてくのが、はい、最大の貢献だと思ってます。なるほどですね、はい、でも場所はもう松尾社長が提供する。そうです、学んで来てくださいっていう話です、ね、なるほど、来て心打ち砕かれて学んでもいいです、はい、そうですね、はい、はいはい、でもうその時はちゃんともうラブジャーニーへのパスポートもビザもちゃんと取ってくれて、はいはい、戦い方も分かった上 で地球の歩き方みたいなのをこう渡してもらってできるみたいなことですね、はい、でも確かに、ね、今の話だと、はい、折れてる人の方がちょっと僕としてもね、はい、あのやりやすいっていう、ね、あ、そうなんですね、ありますよね。そうか、変に自信とかあってもあれですもんね。いや、なんかやったことないけど多分いけると思いますみたいな感じで言われると、なんて言ってないかわかんないね入ってこないですもんね。入ってこないですよね。なるほどですね。一回心折れてから、はい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 、挑戦してから本当に女性をもう信じられないんだって思ってるレベルの人でも来ていただきたいと思います、はい、なるほどですね。わかりました。じゃあちょっと第2回目また放送しますので、本日のゲストさんは株式会社ノンボックス代表取締役の松尾太一さんと恋愛コンサルタントの杉山拓実さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。